ちの副工業へ。あなたたちを連れてきたのは、他でもない私に新鮮な音楽を絶え間なく届けてほしい。偶然幾万の音を潮吹きで静止して、この体を垂らすためにずっとずっと高くさんの人にそばにいてほしいな。別人類あなたたちの話の雲自己人の天使するように音楽がないと私だって頼みかけ、私人との教えだからどうぞ私に建物を作ってください。縮み上がれ挑戦者の年ちょっと可愛い笑顔で世界に自信を見出す。これそこ手を休める以外聞いていないとでも思うのか。次に行くよメイト聞いてここ危ないになるから、その中どいてねえ。行くよ私が手にたなことそんなことをまた聞いてるでしょう。どこまでもどこまでも追いかけて追い詰めていたり聞かない話で青い私を一生背負ってもらうからは死ぬまで満たされない苦しみをどうもにしろ。あれ？どっかいないね。俺が豚だからまさかえ？何も食べてもお腹が減るのはあなたたちにわからないでしょう。けど何事か続いてこの目の手になるものから一度見ない。何も食べてもお腹が減るのはあなたたちにわからないでしょう。けど今日見破るしでしょう。そうかいお腹にこれ以上大辛くなんて。今自身はまだ練習なこと一体どこに行ったの。あかかかかえーわー記憶は無縁な柿屋の勢いよ。人生この時をドカドカへそのまま過去に置き去りにされると思ったすべきすでに行くし後悔に差し入れずき突然の物語を飽きることなんかにとりふがち続けてたな。昨日の物語全部で過去に緑を覚えもう何なまよいことを太陽に時の節々な原因を垂れてもない何夢でもない君が消化感へと戻る。絶対逃がせないから